デイビッド・ディーン・ラスクはアメリカ合衆国の政治家、官僚、ジョン・エフ・ケネリ、リンドン・ジョンソン政権で第54代国務長官を務めた。国務長官の在任期間はコーデル・ハルに次いで歴代2位の長さである。1909年2月9日にジョージア州チェロキー郡で誕生した。アトランタで高校教育を受け、1925年に 卒業してからは弁護士事務所で2年間働き、大学入学資金を蓄えて、ノースカロライナ州のデビッドソン大学に入学した。1931年に、イギリスのオックスフォード大学のセント・ジョンズ・カレッジへ、ローズ小学生として留学した。そこで一学期間ドイツに留学し、ナチスの台頭を目の当たりにする。帰国後は1934年から1940年まで、 ミルズ大学で教鞭を取り、30歳で学部長になった。カリフォルニア大学バークレー校で法律を研究した。大学で予備役商工訓練課程を受講していたラスクは1940年に現役復帰し、陸軍隊員に任官した。真珠湾攻撃により、アメリカが第二次世界大戦に参加すると、イギリス領東南アジア情報活動の責任者になった。 ニューデリーに本部を置き、中国、ビルマインド戦線を担当するジョセフ・スティルウェル、将軍家の参謀次長として活躍し、軍行省と歌手派省を受け大佐に昇進した。戦争の終結が近づくと、戦後の政治問題を検討するために、陸軍省内に設けられた部署に抜擢された。朝鮮半島の分断線を、北緯38度と決定したのはラスクであると言われている。 その後、ジョージ・マーシャルに引き抜かれる形で1945年2月に国務省へ移り、国連局で国際連合の設立に携わった後、特別政治問題局長になった。1949年に国務次官代理、1950年に極東担当国務次官補となり、朝鮮戦争に関するアメリカの決定に影響力を及ぼした。また、同時期に、 戦後の日本海の日本領土に関して韓国にラスク書簡を発行している。1950年にラスクはロックフェラー財団の理事、さらに1952年には国務省を辞して理事長の職に就いた。1960年アメリカ合衆国大統領選挙でジョン・ F ・ケネディが勝利すると、その年の12月12日に国務長官に指名された。さらに、 外交問題評議会とビルダーバーグ会議の正式メンバーにもなった。国務長官としての彼は一貫して共産主義との対抗に軍事行動をためらわない高派で、キューバ危機では当初即時の軍事攻撃を主張したが、ほどなく外交交渉へと転じている。ベトナム戦争にあたってはアメリカの行動への弁明ゆえにしばしば反戦主義者から攻撃の的となった。 引退後は1970年から1984年まで、ジョージア州は先祖のジョージア大学で国際法を教えた。ありがとうございます。